はい、おはようございます。おはようございます。ジークの近藤です。ジークの高木です。今日はここはどこでしょう。ここはですね、久しぶりに大阪で、はい、最近になってようやっとブリメジロクラスが出始めたということで。いいですね。まあ、毎年ね、近藤さんとは。そうですね。でも僕、じゃあ自分は秋に来てる方が多いです ね。 来ててね、春のパターンをやったことないです。規定にやってきました。新鳩です。はい、新鳩、はい、うん、ちょうど堺港から出てる、ね、そうですね。でちょうど大和川があって、それのちょうど出たところですね、はい、それの沖にあるところですね、はい、いいサイズ出てますよ。あ、本当ですか。はい、サワラもメーターも出てましたし、はい、でも最初からそれレベル上げちゃうと結構辛いものが毎回あるんで、はい、まあ青物なんでね、はい、その日その日で全然違ってきちゃうんで。そう、ただまあベートはずっと入ってるみたいなんで、うん、ベートは何なんですか。片口入ってますね。でたまにサヨリもちょっといるみたいですけど、うん、一応まあその辺はずっといてくれてるみたいなんで、はい、あとは青物が回ってくれば釣れるんじゃないかなっていう感じですね。了解です、はい。まあ、ジグとあとプラグをメインに使っていけば、ね、はい、とりあえず1本出ればおんの字なのかな、ね、はいはい。まだねシーズン始めということで、まあ、これからねちょうど始まるっていう感じになると思うんですけど、うん、もうちょっと暖かければねもっと釣れてくれるんじゃないかなと思うけど、はい、ちょっと寒いね、寒い、はいはい。で今回ですね、まあね、僕と近藤さんだけだとちょっと不安なんで俺も心持たないんで、はい、そうね、はい、で、もうここ地元のエキスパート、はいはい、お二人にちょっとお助けいただこうかと思いまして、はい、一応助っ人の八木さんとお願いします。で、角田さんですね、はい、ちょっと期待したいところですね、はい。まあ、でも頑張りましょう、はいはい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。ジースラスカウトより塩が効いてない感じ分かるんじゃないですか。スッカスカでしょ。スッカスカ。はい、今ね、だいたい300メーターか250メーターぐらい沖でバシャバシャしてるんですけど、多分片口が補助されているということで、今僕が使ってるのがね、このジースラッシャー、これのリアルカラーの片口イワシというカラーです。もう完璧にもうベイトにそっくりで、表層をねこう逃げ惑う片口をイミテイトしてね、これ今 G スラッシャー使ってるんですけど、飛距離を出して水深今の表層から3メーター以内のところをこう跳ねさせて狙ってました、はい。もうちょっと寄ってくれたら違うんですけどね。まあ、G スラッシャーの場合ちょっと跳ね上げるジグっていうことで、普通のねあの R サーディンとか F サーディンと違ってジャカジャカジャカっていうジグではなくて、こうワンテンポでポイって跳ねて跳ねてっていう感じでね誘うジグです。こうしゃくってあげるとまっすぐではなくてね、左右どっちかにこうって飛んでくれるんで、その時に魚に見つけてもらって、でフォールで食わせるというジグになります。まあ、逃げ惑うね片口をイミテートしてるんで、まあ今日なんか抜群じゃないかなと思ってるんですけどね、釣ってくれって感じですね。あとね、もし近場でねナブラってバチャジャバーってこう表層をナブラだって捕食してる時だしたら、もう逆に言うとね早引きでトゥイッチングかけながらね早引きでこうやって巻いていくとも釣れます。ただずっとこうやって巻いてるよりも誘って止めてっていう時にガンって上がってることが多いんで、やっぱ誘ってフォール、誘ってフォールっていうイメージで、さっきのねしゃくってからのこのフォールでも食いますし、ジャジャジャってこうスイッチかけてからのねフォールでもやっぱ食うんで、その食わせの間っていうのを必ずね取ってあげるといいと思います。おかけかけた、おかけたかけた、さすがだ、さすが、おおほほほ、まあまあでかくてですか、いいやったりして止まってる感じいいじゃないよな、えいいいっぱいな
エイポイはヒラメかな。座布団座布団。危ない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 よ、うん、危ないで。こんな細いとこに本当だ。ケルやな。俺引くわ。危ないよ、そっち行こう。危ない、いいファイトでした。いいファイトでした、はい、これが危ないからね。それね、あいつだからね、うん。イワシがいなくなっちゃったよな。さっきまでGスラでやってたんですけど、今の R サーディン。自分はこれ R サーディン TG の 40g、 40g だけどちょっと普通の R サーディンよりもサイズが小さい。シルエットちょっと小さくして狙ってみます。飛ぶなぁ、やっぱ飛ぶな、やっぱ飛ぶね。 TG 飛ぶよ。なんだろうな、この雰囲気だけすごいあんだけど、うん、釣れそうな雰囲気バリバリあるんだけど、先なんだけどね。なんだろうな、さっきね、Gスラッシャー R サーディンって使ったんで、今度は F サーディン。これもね、左右対称のジグで、スイミングジグです。さっきの R サーディンよりも飛距離が出るっていうのと、コンパクトサイズになってるんで、小さなベイトを食べたらこっちの方が利がありますね。はい、はい、今度は S ビット。さっきね、あの巻いた時にボトムの方がね、潮が効いてたんですよ。なんでちょっとね、そのボトムを意識しながらリフト&フォールで、ちょっとね、今までスイミングで狙ったんで、ちょっと方向性を変えて狙ってみようと思います。潮の効いてるところを、ちょっとやばい雰囲気が、いつものごとくやばい雰囲気が漂ってます、ね、今。ここも悪くないんだけどな。ちょっと向こう行ってきますよ、僕。多分いるんだろうけどな。近藤さんがあっち行った瞬間連れ出したら笑うんですけどね。これはやばい展開です。いろんな誘い方をしてるけど、やばいな、お手上げだな。何をしたらいいのか全くわからない。それボラすもんね、そこにいるの。それちょっと向こうへ戻ります、はあ、厳しい、はあ、異常ありません。異常ありません。ボラの断じでした。おっしゃ、食った。よっしゃ。外れた。マジか。はい、今バラしちゃいましたけど、R サーディンの 30g、リアルカラーですね。この白カラーですね。まあ、そこまで落として、そこの方が結構塩効いてるんで、落として、しゃくり3しゃくり目で止めてホールして、もう1回 1,2 秒かなカウントでホールさせておいて、またそこから 1,2 って言った瞬間にガンって食ったんですけど、なんでかな、外れちゃいましたね。
まあいないんだろうね。いないんだよ。やった、ゴールです。はい、今ね白灯台からずっと歩いて赤灯台まで、いやこれ 2キロぐらいあるんじゃないですかね。歩いて移動してきました。これはエブサーディンブレードといいまして、今年の新製品なんですけど、まあ単純に言えばブレードチューンされているエブサーディンですね。サゴシの場合歯の鋭い魚で、後ろから噛みつくという行動をとります。その時にこの後ろのブレードとフックがぐるぐる回ってるんで、襲いかかった時に必ず後ろから噛むんで、ここに針、それとあと収魚効果と、あと捕食のキラキラするこのブレードがついている状態になっています。まあ、ここにボールベアリングもついてますんで、くる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 巻くと回ってアピールします。まあ、針も1本なんですけど、これでもしっかりフッキングしてくれます。エフサーディンブレード、これ 40g です。一応ねサイズは30、40とありますんで、5色ずつありますんで、またぜひお店の方に聞いてみてください。以上、6月発売です。ブレード系のルアー、基本的には何もせずに巻くだけ、ストップアンドゴーだけ、逆にこうアクションを加えたりすると、飛んでしまってしっかりブレードが回らなかったりトラブルの原因になるんで、もう基本的にはもうストップアンドゴーだけで誘ってみてください。まあ、リーディングスピードで調整するだけなんで、誰でも本当に初心者の方でも使いやすいと思います。あとはそうですね、ジークのルアーでいうとメタルジグは飛ばないと製品化しません。フォールもきれいにするってことで、微妙なタッチでいつも生産、設計をして生産してます。なんでね、どなたか誰でも初心者の方でも飛距離を出せる。あとはねコーティングがねやっぱね、他のメーカーさんにも強いんで、岩礁帯とかね、あとゴロタのサーフとかもかなり使いやすいと思います。すぐにはボロボロになりません。まああとシーズン的にサゴシとかね、歯の鋭い魚で噛みつかれても、そこから水が浸透してボロボロになることはないんで、ぜひ年間を通してね、ジークのメタルジグ使っていただければなと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうタイムアップということで、今日の感想は、いやもうねバラしたんですいませんでしたっていうせっかくかけられたんですけどね、唯一の一匹だったのかなっていうまあこれからねもっともっと釣れるようになると思いますんで、魚はいっぱいいますよこの感じはたまたまいなかっただけで ね、 今日釣ってた場所がね、前回ねちょっと前の兆候の時にサワラとハマチとメジロと、ね、うん、クラスを、ね、釣ってるんで、釣れました。サイズが50ないぐらいですね。ここで言うと稲田切り稲田 30g のブシュー、こちらで来ました。誘ってからの巻きで、アルサーディンの 30g、アジカラ、アジカラだね、いいとこかかってるね、さすがです、さすがです。60ちょい、いいね、アルサーディンの 30g のリアルアジカラ、ガッツリいってますね、これだったらラインやられないよ。そうさすが、危ないとこ、やっぱ危ないとこ、美味しいやつ、70ある、はい、ありがとうございます。サゴシー、サゴシーですね。
アールサーディンの 30g のリアルカラーで参りました。あ、おめでとうございます。いいな。今ね、カゴシが吐き出した半分溶けてるイワシですけど、やっぱアールサーディンの 30g の大きさにマッチしてて、こういうベイトを食べてるんですよね。今回のフルアですけど、アールサーディンの 30g、上の方がルシルバ、下の方がリアルアジカラーですね。こちらの方でヒットしました。とりあえず、うん、もうちょっと、まあ、結果ね、残念だったけど、まあ、こういう時もあるんでね、はいはい、それが次なんで、まあ、次を、まあ、爆笑目指して頑張りましょう、はい、ということで、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。